おはようございます。大井隆のライフオブ通販、今回もネタがありますよ。じゃん、シャキッ。さあ何でしょう。日傘日傘音がちゃうの。テイク2ですかね。どうやったの。要するに傘みたいなもんなんだけど、うん、ここじゃないですね。あ、でもここにあった。あった。でですね、ボタンをプッシュ、プッシュ。やっぱりダメだ。ボタンあるよ。あるんですけど。ボタン押してるよ。動かないですよ。こうなって、で、室内も暑くならないよっていう。あ、基本的に車の中よ。そういうことです。フロントのスクリーン用。あー、で、折りたたみ傘方式になってて、はい、で、横にボンと開くと。失敗の第2弾。しまいます。使い方が分かってる人はご一報コメント欄に書き込みお願いします。コンパクトに収納できました。